好、こんばんは、はるけです。今回は値段別最高の ST1000 社長を紹介していきたいなと思います。チープ、ミディアム、エリートと3つの価格帯でそれぞれ紹介をしていければなというふうに思います。まあ値段が安ければコスパの選手として紹介はできますし、値段が高かったとしてもその値段の価値っていうのは十分にある選手たちなので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。じゃそれでは早速紹介をしていきます。まずはチープですね、10万以内の選手たちはこちらになります。ファンタジーフットのアレクシス・サンチェス、それで TOTS のベイン・エデル、そしてフッティーズのフォルラン、そして TOTS のケイン、そしてフットレベルアップのヌニエスとベルナーと、この6名を入れました。まあフォルラン、に関してはですね、もしかするとちょっと10万超えちゃってるかもしれない、11万とかなってるかもしれないんですけれども、まあ結構自分は強いなというふうに感じますね。特に前線の選手でスキルが4でもいいよっていう方はめちゃくちゃうってつけです。特にやっぱり決定力っていうのは非常に高くってですね、まあ冷静さも高いんで、全然ありかなというふうに思いますね。まあ自分的にはですね、まあ普通にドリブルっていうのもある程度モテるという選手になりますし、まあかなり、使用感っていうのも悪くはなかった、選手になりますね。まあ単純にスピードでもね置いていくことができるんで、まあ裏抜けの AI っていうのも賢いですし、まあいるところもね、いいんで、結構ねありなんじゃないかな。まあ多分フィニッシャー的な使い方がまあ多くなるかとは思うんですけれども、まあ普通にですね、こう現環境でもちゃんと点を決めれるというか、そんな選手になりますね。だからやっぱりスキルがね5だったらもっと値段高かったですし、もっとみんなに使われていたかなというふうに思うんですけれども、いや別に全然スキル5前線でいらなくって、パスとかでね崩したりするよっていう方は、フォルランはめちゃくちゃありかなというふうに思いますね。でそしてフットレベルアップヌニエス、ですね。まあヌニエスに関してはですね、めちゃくちゃ値段はね、安く、なってますし、やっぱり目標が終わったことで一気に値段が、安くなりましたね。でヌニエス全然悪くないんですよ。普通にめっちゃ強くって、この時のヌニエスから、なんでまあ自分的には全然ありかなっていうふうに思うし、フィジカルも強いんで、単純なスピードと、フィジカル、当たり負けしないフィジカルっていうのを持ってる。で、かつ、まあ、スキルもね、5になってるんで、全然ありかなっていうふうに思います。まあ、値段以上の強さっていうふうな、ところで、まあ、ヌネスをおすすめしたいなというふうに思いますね。で、そしてフットレベルアップ、ベルナーですね。まあ、こちらもですね、やっぱり目標が終わった、ことによって、結構値段は下がったんですけれども、全然ね、強いんですよ。全然強いし、まあ、この人も結構フィニッシャーというか、もちろんスキル5ではないんで、まあそういう使い方になってしまうんですけど、単純なスピード置いていく力っていうのが、あるんで、全然いいなというふうに思いますね。まあこの人に関しても、まあもちろんこうパスだったりとか、ドリブルで行くっていうのはなかなか難しい、スキルとかを使いながらって難しいんで、裏抜けだったりとかを使う方、だったりとか、まあこう周りとコンビネーションしながらっていう、こう崩し攻め方っていうのが好きな方はベルナーありかなっていうふうに、思いますね。まあ逆足もね、ゴーというふうなことと、その能力自体もね結構高くって、決定力っていうのもね、高いんで、まあストライカーとしては十分かなというふうに思いますね。でそして、ミディアムですね、10万から50万以内の選手たちはこちらになります。ファンタジーフットのジノラ、そしてフットバースデーのカントナ、そしてシェイプシフターズリュディガー、そして TOTS のガウレル・ジェズ、それで TOTS のラウタロ・マルネス、そして TOTS のレバンドスキーと、この6名を入れました。まあこっからですね、まあ豪華に、なってきますね。特にファンタジーフットのジノラに関しても、もう50万を切っているというふうな状況ですね。まあバッジ2で、再配出かなをされたんで、まあ多分ここら辺まで、値段安くなって41万とか2万なんで、まあ正直今の環境でも全然やれると
いうふうに感じますね。もちろんもともとね55っていうふうなことから能力も高くなってるんで、やっぱりこう理不尽さっていうのをこの人まだまだ、感じる、そんな選手ですね。普通にねスピードもある程度あってフィジカルも強いし、シュートに関しての決定力っても高いんで、まあ全然ありかな。まあかつや、まあフッティーズでね、もちろんいろんなヒーローの選手が強化されていってるんで、どうしても霞んでしまう部分はあるんですけれども、まあ舐めてたら簡単にジノラに行かれるよっていう、レベルの選手になるので、まあ個人的には普通におすすめかな。全然40万とかで勝ってもいいぐらいの、ストライカーかなというふうに思いますね。ちょっと重たい選手ではあるんで、細かい選手が好きっていう方はちょっと合わないかもしれないんですけれども、まあ、全然重たくてもまあまあまあ割といいよっていう方はジノラおすすめしたいなというふうに思いますね。まああとはですね、ジェウス、まあフッティーズが来たんですけれども、まあこちらの TOTS もですね、スキルが5で、まあ逆足は4なんですけど、このジェウスでも全然十分です。普通に十分。で、まあめっちゃ安くなってるんで、まあ買って使ってみるっていうのもありかなというふうに思いますね。もともとドリブルは軽いし、使用感はいい選手になるので、まあこの TOTS のジェウスでも今の環境では十分戦える、そういう風な選手になりますね。そして、最後ですね、エリート50万以上の選手たちはこちらになります。フッティーズのメッシ、そしてフッティーズジェズス、そしてトロフィータイタンのロナウド、そしてフッティーズのクリスティアノロナウド、そしてフッティーズグリーズマン、そして TOTS のムバッペと、この6名を入れました。まあ特にメッシに関しては言わずもがな、非常に強い選手になってですね、5-5に、なりました。まあ、なんでしょう。めちゃくちゃね、4-4でも強かった選手が5-5になりゃ、そりゃ強いわっていう。そりゃ強いわっていう風な感じです。もう当たり前強いよっていう、感じの選手になるんで、で、かつ能力もえぐいからね、やっぱメッシに関しては。まあスキルでいくこともできるようになれば、逆足でも決めきることができるっていう、そんな選手に、なったんで、まあ明らかにトップレベルかなというふうに思いますね。もうどこでもできるし、何でもできるという選手になるので、まあ個人的にはかなりおすすめ。まあ値段もね、高い選手にはなりますし、まあそれだけの価値っていうのは十分、ある選手ですね。で、あとはですね、まあフッティーズのグリーズマン、まあグリーズマンに関しても5-5になりましたし、もともとね使いやすい選手だったところからこう能力も高くなって、かつこの人も5-5になってというふうなところでいくと、まあこうよく使われる強い選手になるのは必然かなというふうに思いますね。まあパスでね逃げることもできるし、まあ自分でも行くことができる。でかつちょっとフィジカル自体はねそこまでなくて、意外と線も細い選手なんですけど、なんかこうすり抜けたりとか、ニュルニュルいけたりとかっていうする選手なんで、本当に相手にいたら厄介だなというふうに思いますね。まあという感じで、これが値段別最高の ST の選手たちになります。まあまたですね、時間が経てばやりたいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。